高校生の俺、田中優斗のクラスには有名なイケメンがいる。おっす、みんなおはよう。あ、高橋くんだ。今日もかっこいい。サッカー部の朝練頑張ってたね。私ずっと見てたよ。高橋健人、クラス1のイケメンであり、サッカー部のエース。明るくて自信家なこともあり、女子から絶大な支持を得ている。ありがとう。君たちが応援してくれたら、俺はもっと羽ばたくことができるよ。女子の応援の声は俺にとって生きる活力そのものだから。高橋のやつ、今日も絶好調だな。そういえばテニス部の水戸さんと付き合い始めたらしいぜ。え、あのテニス部一可愛いと評判の水戸さんと？というかもう彼女いるだろう。六股かけてるらしいぜ。高橋はめちゃくちゃにモテた。学校の名だたる美少女を落とし、高橋ハーレムを形成していた。月曜日の女、火曜日の女という風に毎日美少女を特会引っかいするのが夢だと以前豪語していた。7人の彼女を作るのが目標で、今は6人なのだとか。ウィッス田中、相変わらずしけた面してるな。そういえばお前、今彼女いんの？いや、いないけど。だろうな、そんな感じするわ。いいか田中、男ってのは恋愛してなんぼだぜ。いろんな女の子と付き合うことで自分の魅力が磨かれていくんだ。お前みたいに本ばっかり読んでる男は永遠にモテねえぞ。はあ。七海おはよう。今日も相変わらず可愛いね。見てるだけで癒されるわ。もう二人ともからかうのはやめてってば。私を困らせるのが楽しいでしょ。いやいや、さくらななみといえば2年連続ミスコン優勝の学校一の美少女様ですから。それはたまたまで、第一無理やりエントリーさせたのは二人じゃの。あたしらは世の中にもっとななみの可愛さを布教したいのだ。何言ってんだか。ななみちゃん可愛いよな。清楚だし、頭もいいし、料理も上手だ。俺さ、高橋ハーレムの最後の一人はあの子にするって決めてるんだ。ああ、そうなんですか。けどあいつは高橋が思うような女子じゃないよ。って、あれ？ねえねえ、ななみちゃんって彼氏いるの？え、いないけど。もう早速口説きにかかってる。すごい行動力だ。そうなんだ。じゃあさ、俺と遊びに行かない？カラオケ行こうよ。めっちゃ得意なんだよね。美声を聞かせてあげる。ごめん、今日は用があるから。高橋の誘いを彼女はひらりと交わしていた。けれどそれくらいでめげるような高橋ではなかった。毎日のように彼女へ猛アタックしていた。ななみちゃん、今日はどう？私帰って勉強しないといけないし。30分だけでもいいからさ。ほんとちょっとだけ、先っちょだけだから。その時だった。しつこいな。え、どうしたの？ななみがいつもとは違う低い声でつぶやいた。次の瞬間、彼女は高橋の胸ぐらをつかみ上げていた。いい加減しつこいって言ってんの。っていうか、あんた六股かけてるんでしょ？そんな汚らわしい人間が私に声をかけてこないでくれる？気持ち悪いから。ななみちゃん、別人みたいになってる。おい、ななみ、その辺でやめとけって。ゆうと、何のつもり？このクズをかばうわけ？いや、お前、高橋をボコボコにするつもりだろう。お前は昔から加減が効かないから、病院送りにしかねない。え？田中とななみちゃん、知り合い？幼馴染なんだ。ずっと家が隣だったから。今は清楚な感じだけどさ、その頃はガキ大将って感じで、俺はいつもその後ろをついて回ってたんだ。ななみに手を出そうとするのはやめた方がいい。扱い切れないと思うから。どうにか大事に至らずに済んだ。これで高橋も七海を諦めるだろう。ねえ、ゆうとも高橋と同じなの？あ？男子ってみんないろんな女子と付き合いたいと思ってるのかって。俺は七海一筋だよ。出会った日からずっと七海のことだけが好きだった。ふーん、まあだったらいいけど、結婚の約束、あれ時効になってないからね。女子に告白されてもちゃんと断りなさいよ。わかってるよ。俺はみんなにも七海の本性を知ってほしいけどな。今は清楚な皮をかぶってるけど、昔はとんでもないガキ大将だったって。何？私の立場を落としたいわけ？いや、そうじゃないよ。俺はガキ大将だった頃のななみも魅力的だったと思うから。そんなこと言われたら、清楚を装ってる私がバカみたいでしょ。ゆうとに好かれたくて女の子らしくなろうと思ったんだから。え、何か言ったか？なんでもない。ゆうとは全然モテないねって言ったの、私以外には。